どうも皆さんこんにちは。今回は、ダイソーに売っていた、ゲーミングマウスを紹介していきます。それではどうぞ、ダイソー商品紹介マウス。マウスカノン。こちらのマウスのお値段は550円です。前紹介した VR と同じ値段です。光学式で PI は800-2400 です。裏はこんな感じになっています。それでは開けていきます。取り出すまでカット。中開けたらこんな感じに入ってます。有線の USB です。裏の画像では無線に見えるので注意。ボタンは、があります。ケーブルの長さは 1.4 ムです。見た目はこんな感じです。裏はこんな感じ。ゲーミングマウスって感じの見た目をしています。クリックの感じは普通です。ホイールの感じは高いマウスと比べると劣りますがよく回ります。サイドボタンは安っぽい感じです。とても手にフィットします。使いやすいです。それでは早速パソコンに繋いでみましょう。こんな感じに光ります。ゲーミングって感じで色々な色に変わります。マウスカーソルの動きはこんな感じ。早く振ると何個にも見えます。実際に使用してみます。ちなみにですが、チャンネル登録者数1人突破しました。こんなしょうもないチャンネルが、チャンネル登録されるのは、ウプ主にとってとても嬉しいことです。今はチャンネル登録者数100人を目指しているので、ぜひこのチャンネルを登録していただけると、モチベにもつながるのでよろしくお願いします。長いのでカット。使ってみた感想は、550円のクオリティにしてはよく使えると思います。ぜひお近くのダイソーで買ってみてください。それじゃまた次の動画で。